おめでとう。パチ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 。ちょっとサイズ感に差がありますが、8割とちいか、お誕生日おめでとう。おめでとう。かわいいね、今日も。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。400日おめ、ありがとうございます。あ、スタバの予約。もうね、見た？もうね、もう今日送りました。もう本当にスタバ飲みたすぎてやばいです。ご褒美フラペチーノ飲みましたか？と言いつつ、いちごのヨーグルト食べます。最近、おいしい。水切りしました。最近水切りヨーグルトが流行ってるらしくって、アサイーボウルと同じくらい。グリークヨーグルトっていうんですけど、家でやってみました。ヤミー、だるまありがとうございます。400日おめ、ありがとうございます。おはるいくよ、ありがとうございます。嬉しい。だるまとハートありがとうございます。やほやほー、ハートありがとうございます。ハッピーバースデーね。ハッピーバースデー、ちいかわとハチワレ。こんばんばーん。言いたかったんや。ありがとうございます。あ、ゴールデンクマ、ありがとうございます。ゴールデンクマ、ありがとうございます。だるまとハートありがとうございます。わ、ムーチョさんから400日おめたわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ムーチョさんから400日おめたわ。ありがとうございます。ありがとうございます。毎日配信400日を迎えました。ありがとうございます。ムーチョさんからだわ。ありがとうございます。ありがとうございます。飲めてない？メロン飲みたいよな、ほんまに。ほんまや、チーカーとハチワレも5月の生誕祭でやらなきゃ。5月のアクティビティまだ出しますね。5月も休みよし。おー、約束。5月も休みよし、よろしくです。うわ、なにこれ、すごーい。スクショスクショ。わー、ありがとうございます。え、流しかも、スクショタイム。え、エンジェルクマ、ありがとうございます。こんばんは、よしみん、こんばんは。タコありがとうございます。ハートとタコたくさんギフトありがとうございます。パチパチパチしてる。ホエイもあるんだよね。だからしてたあかんねんね、あの汁。汁、水切りヨーグルトの切りすぎ汁。ちゃったよ。え？何そのままの汁で。ムーチョさんからエンジェルゴールデンクワ。すごかったね、この辺のこうハートが。ありがとうございます。ゴールドエンジェルクマ、ありがとうございます。ムーチョさん、タワー2個分タワー、ありがとうございます。エンジェルゴールデンクマ、ありがとう。ムーチョさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、すごかった。ハーディーのやつ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日で400日も迎えました。5月もよろしくお願いします。声落ち着く、嬉しいな。ハートありがとうございます。エアで、エアで。風呂上がりなんや。いいね、お風呂。あれは、さっき練習から帰ったとこですね。今日も学校でした。これこれ、大阪のやつ、ハチワレのぬいぐるみ、かわいい。もみ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 しちゃう。ここがもっちりしてて、最近全然、前まで流行りとかあんまり気にせえへんタイプやったんですけど、最近めっちゃ流行りに敏感な高校生女子っぽくなってます。アサイーボウルも気になってるし、グリークヨーグルトも気になってるし、このね、新しく月末のご褒美に買ったリップも今めっちゃ流行ってるリップなんですよ。すごい流行りに敏感なミーハー高校生です。
行ってるリップやねんって。これ買っちゃいました。ほんだらさゆきちゃんと全く同じ色でした。なんと運命。2人ともパーソナルカラーが同じやから、買うコスメも必然的に同じになるんですよ。塗ったかね。見して。うん。逆やで塗るが。よくないその色。なんか中央だけついて天ぷら食べた人みたいになってるで。まっすぐヨーグルト食べたからな。あ、400日おめありがとうございます。よしみんいつ寝てるんってぐらい活動してる。いやいやそんなことないよ、寝てます寝てます。最近は今週だけ珍しく小テストがないから練習もできるしラッキーなんですよ。珍しく今週だけテストないの、マジで幸ですね。でももうすぐ中間が始まるのでまた勉強を始めなきゃいけなくなっちゃうんです。もう数学が難しくて難しくて。ゴールデンダルマありがとうございます。学校も練習もお疲れ様ありがとうございます。シクシクありがとうございます。今日は体力測定した、体育でアルティメットじゃなくて、今アルティメットかマット運動をやってるんですけど、今日は体力測定したら右手の握力15、左手の握力16でした。増えてる。増えた。でも友達みんな25とかやった。右手。思いっきりね。せーの。え、本当にちょっとやってるよ。ブリッコなしで。ブリッコじゃないよ。もう一回もう一回。ほんまに？うん、ちょっと貸して。いやいやいや。私汚れるし、ね。汚れへん汚れへん貸して。無理無理。怖い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 。いやほら握力弱いのか。ゴールデンダルマありがとうございます。違うよそんなキャラちゃうし。痛いよ8割。痛いけどもっちりしててもみもみしたくなっちゃう。女の子と話すネタ増えた。おもろ。8割も流行ってるしね最近めっちゃ。もう世間はちいかわですよね。なんでもかわいい。最近古本屋っていうキャラクターも姉の中でブームが来てるんですよ。うん、いちご、あ、いちご。あ、これピンクのバラありがとうございます。400日ありがとうございます。あ、それそれモモンガなんだ。ん、うん、モモンガとは別のキャラクター。あ、そうな。400日おめありがとうございます。カニみたいになってんの。ブルベナツが良かったんだけど、あれイエビハルなんですよ。でも憧れはブルベナツ。黒髪やからブルベナツが良かったけど、イエビハルは茶髪の方が似合うんですよ。だから昇格したら染めたいですね。でもイエビハルです。400日おめでとうありがとうございます。ハートありがとうございます。ゴールデンダルマありがとうございます。マジで幸、そうなマジで幸です。幸子ちゃんだよ本当。毎週テスト、毎週どころかね、週に火曜日しかテスト休みじゃないんですか。火曜日以外毎日テストあるの。小テスト、なんか英語やら国語やら国語やら英語やら。こんばんは、400日おめでとうありがとうございます。ゴールデンハートありがとうございます。数学教えてほしいわ、まあ、塾講師。数学むずくて今何やってるっけ。
全然、ね、高2ですけど全然何やってるっけ今。何やってるかも分からんぐらい分からん、ね、忘れた。やばいね。最近数学の授業なかったから。三角関数とかもう終わったの？あ、お、多分。微分積分とか。確率分布とか。分散とか、うんうん。なんか数学やのにエクセルばっかりやってるんですよね。本来はできるんじゃない？とか。二項定理。とか常用の定理合ってる本当に合ってる調べた。だるまありがとうございます。ちょっと実生活では遠い感じだね。うんね、レインボースターありがとうございます。だるまありがとうございます。そう、シャトルランも今度すんねんて。勉強の話になると声ちっちゃかったよね。そう思った。握手かわいい、かわいいとかじゃなくて、ほんま15しかない。20がなかなかやね。でもアルティメットは横投げのフリスビーみたいなディスクっていうやつを横投げで投げるみたいな競技です。それをやってるから流れ星キャッチ食いだよみたいな。アルティメットやってます。ハートありがとうございます。え、和食さといいな。何が美味しいんやろうか。なぎだめめっちゃ美味しかったけど今あれですよ。カツオ食べ放題とタン食べ放題もう終わったね。タンは5月って書いてあったね。え、ツイッターにタンは終わったんじゃなかったでしたっけ。ゴールデンウィークに和食里ぐらいは行こうかな、うん、行きたい里行きたい。ちょっとあと時間がなかなかないんでね。え、めっちゃ美味しそう今ほんまに。里美味しそうなんですよ。和食じゃなかった、和食。ちょっと打ち間違えた。はほら5月からなんと牛タン食べ放題を販売予定だって。黒毛和牛フェアやって。見てください、このツイッターに5月のカレンダー載ってるので。佐藤さんの、うわ美味しそう、ね、ほんまに美味しそうやから、やばい。あ、この黒毛和牛を食べたら、黒毛和牛フェアは7日までやって、牛タン食べ放題16日からや。え、でも絶対行きたい、牛タン食べ放題。この黒毛和牛を食べたらカツオのたたきが込みなんだね。かな。これにしようよ。え、タンはタン。タンはゴールデンウィークにやってないもんね。それはそう。なあ、さっきの勉強の話と全然ちゃうよな。ハチワレが好きです、私は。ハチワレ好き。かわいい。ゴールデンダルマありがとうございます。肩叩きは強いけど、そう、頭カニのキャラ、そう、古本屋がブーム。半目で寝るよしみね、半目です寝るとき、まあ、コンタクトつけてたのもあると思うけど。昨日めっちゃ寝ぼけとってな。え、モモンガが好きなんや。へえ、ね。いいねいいね。語りたい。まこちさんも公園出てないからって言っとったね。え？なんか電気つけっぱなしやって。あ、寝なあかんでって言ったら、まこちさんが公園出てないからって言ったから、しかも半目やった。まこちさんが、うそ、だからそっと消しといたで、ね、電気。マジで記憶ないわ。え、公園出てないから何出なあかんってこと。いや分かれへんけど、なんかそれに話しかけてあかんのかなと思って、ペチって消しといた。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、ジシミの顔見て元気になったよ、ありがとうございます。数学得意な方多いね。数学教えて、ほんまレインボースターありがとうございます。
そう、統計とか。あ、好きではない、そうなんや。常世の定理とか。またちっちゃくなった。忘れた。え、401おめ、うま、ありがとうごなんかざい座ってまるす。だけやな。ハートありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。え、マスクメロンパフェだって。うわー。160回？何かの間違いではなく、160回やばせとるやん。もうあれじゃ、デリリ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 
ハートとゴールデンダルマありがとうございます。 F さん400日おめたわありがとうございます。 F さん400日おめたわありがとうございます。たくさんあたくさんタワーありがとうございます。わーありがとうございます。 F さん400日おめたわありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうありがとうございます。ヤスさんゴールドクマタワーありがとうございます。ゴールドクマだゴールドクマタワー。ヤスさんありがとうございます。ゴールドクマタワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ゴールデンウィークの淡路島一日プランめっちゃ行きたいけど難しそうなんですよね。聞いた姉のゴールデンウィークあ、ね、それなんかどっかで言っとったの、うん、朝から淡路島で朝釣りしてそのまま、二次元の森行ってドラクエのやつやっていい、ね、なんかほんで美味しいもん食べて、うんうん、温泉入って帰るっていう。玉ねぎのピアノ弾いてな。そうそうあそうそうそう、ストリートピアノの動画撮って温泉入って帰るっていうやつやりたいけど、うんいいね、ちょっとゴールデンウィーク中は厳しそうですね。テスト終わったら行きたいな。あれやんな、おじいちゃんが二次元の森行くのめっちゃ楽しみにしてはったで。なんかおじいちゃんが淡路島一緒に行こうってポロって言ったのをずっと覚えてんで。 あそうなん、うん、いつかなみたいな。レインボースターありがとうございます。え明日からやっぱり受け付けないんだ。ゴールドダルマありがとうございます。どっか書いてました。わちいかわラーメンいいな、感想待ってます。握手会で教えてください。寝言書いてる。寝言言ってたらしいわ。8割見るって異常に反応してしまう。不況やな、不況しちゃった。お3日の昼ありがとうございます。半目のうち疲れてるんかな。ハートありがとうございます。お家でお仕事頑張れ。数学苦手、数学嫌いね、もう苦手。政治経済、政治経済って公共に入るのかな。だるまありがとうございます。あ、平八さん400日おめありがとうございます。平八さんから400日おめタワーありがとうございます。平八さんありがとうございます。パチ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 ありがとうございます。平八さんから400日おめタワーありがとうございます。キラキラキラありがとうございます。ありがとうございます。え、今日は身長のって1年無病なんたらなんたらで息災乳病息災です、うん、だってそうなんだ。新茶あるうち、新茶はないけど お茶飲んどこうかな。そう明日から5時申し込みスタートです。皆さん待ってます。うっかみのこしさん、ああれだ、 I love you くまありがとうございます。エンジェルくまありがとうございます。夏も近づく88やトントン、なんちゃなんちゃらなんちゃらなんちゃら。そう計画はバッチリなんですけど、え19日旧規制公演ってことは四国放送祭には来れない。えそうなん、
あら、19日やったっけ、四国の。めっちゃ行きたかったな。行けるかなとか、ちょっとワンチャン行けちゃうかなとか思ってたんだけど。行きたかったな。あら、残念。賞金。ゴールドハートありがとうございます。比嘉奈緒さん400日おめありがとうございます。比嘉奈緒さん400日おめたわ、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。比嘉奈緒さんから400日おめたわ、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ画面がゴールデーだ、ゴールデー ゴールデー ありがとうございます。比嘉奈緒さんありがとうございます。ありがとうございます。お、青春たったよ、ありがとうございます。楽しみ。あ、息災、それそれ。ね、勉強になる。あ、ティーだ、ティー。ありがとうございます。飲めたわ。ゴールドダルマ、ありがとうございます。なんちゃう、なんちゃう。ゴールドダルマ、ありがとうございます。タワーありがとうございます。ちょっと読み逃しちゃってたらすいません。タワー大丈夫かな。ありがとうございます。400日達成しました。365からもう25日経ったんだ。ん ?35 日か。あっという間だね。ありがとうございます。ハートありがとうございます。ゴールドダルマありがとうございます。ありがとうございます。ね、あれの婚姻100回何月ぐらいになるんだろう。今のペースだと今月十何回、約十何回ぐらいのペース3で月で出50てる。回だったんでね。じゃあ8月ぐらいってこと。月10回もし出たら今のペースのまま、このペースのまま毎週世代交多代分99とかじゃないですか。ね、があるならだけど、9月ぐらいかな、年内にはいけるかな。ゴールドハートありがとうございます。ハートありがとうございます。お、3日のおはる行くよ、ありがとうございます。5月もよろしくお願いします。そうなん、あれ今今80、80そなんんなだ、に？すご、嘘、そんなにですか。あら、いつの間に。あれ3月3なんかレイオちゃんの誕生日の時に50回じゃなかったかな、あそこにもらったやつな。3、3日って書いてない、盾いただいたやつ。うん、3月33月3日で50回でした。すごいね。ああ、じゃあ15回ずつぐらい出てるのかな、30回増えてるってことは。あら、青春ダメでした。あら、残念。誰もありがとうございます。シアターの女神、ようやく会えたね。ゆきりんさんのめっちゃ感動やっ た。あ、キャンマチ当たりますように。シャンシャン。ね、5月っていい季節ですよね。5月病にならないようにしないと。まあ、なったことないですけど。今何回なんだろう。なんかあれですもんね、その公演入れない公演とかありますけど、それってあれかな、もう今はないのかな、1月のやつとかなのかな。75回だって通算。らしい。75回だって。あら。そんな言ってんねや。いつの間に。年内30回ぐらいやったもんね、多分。
うん、2023年30回、2024年は46回。多すぎる。75回ですね。ゴールデンダルマありがとうございます。休み不足なりませんように。おまけに行きたい、おまけ当たりますようにね。5月もたくさん会いに来てください。頑張るぞね。どれぐらいだろう。あ、もう10時。夏休みもいっぱい出れたらいいですね。あ、男女編みします。400日達成ありがとうございましたね。びっくりだって。え、2023年の3月27日から12月までと、2024年の1月から4月末まででもう超えちゃってるもんね。ありがたい話です ね。嬉しい。13位トマトさんありがとうございます。12位久保鉄さんありがとうございます。11位朝賀さんありがとうございます。10位マキシさんありがとうございます。9位しんのすけさんありがとうございます。8位ステッチさんありがとうございます。7位ロンドベルさんありがとうございます。6位ウーカメインの箱牛さんありがとうございます。5位ひがなおさんありがとうございます。4位平八さんありがとうございます。そして3位はドゥルルルルルルン F さんでした。ありがとうございます。パチ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 。そして2位はドゥルルルルルン YASU さんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はドゥルルルルルルルンムーチョさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも来てくださってありがとうございました。タワーもギフトもコメントもありがとうございます。読めなかったやつもまた後で読みますので、ありがとうございます。